初代ダンカン主尺、アダムダンカンは1797年にキャンパーアダウンの海戦でオランダを破ったイギリス海軍の提督である。この勝利はイギリス海軍史の中でも特に大きな意味を持つ。スコットランドのアンガス地方ルンディで市長を務めていた父アレキサンダーと母ヘレンの次男として誕生した。アレキサンダーのいとこの子供でもあるヘレンはダンディの出身で、ヘレンの父は グレインイーグルズ選出の国会議員ジョン・ハルデーンだった。1746年、ダンカンは、ダンディの学校を卒業後に海軍に入隊して、スループ艦トライアルに乗務し、その後艦長のロバート・ハルデーンと共にショアハムに移り、1748年に、オーストリア継承戦争が終わるまで、ショアハムで任務に就いた。1749年、ダンカンはセンチュリオンに乗艦して、 オーガスタス・ケッペル指揮下の地中海艦隊に配属された。そのケッペルとダンカンは、その後共に北アメリカでノーウィッチに上艦した。1755年1月10日、ダンカンは会議に認証された。1755年8月、ダンカンはケッペルについて、スイフトシアスイフトシアに祈り、1756年1月には、東米に配属された。 ネプチューンに乗務していた1759年9月21日に、ダンカンは指揮官となった。この7年戦争の時期、1757年には、ロシフォール遠征で、バスクローズに向かい、1758年には、五ー島の攻略、そして1759年には、ブレストの封鎖に参戦した。さらに、それから2ヶ月も経たないうちに、キブロン湾の海戦が起こった。 まさにそのキブロン湾の海戦時に、ダンカンは昇進により、スーイフトシアを離れた。1759年10月から1760年4月まで、ダンカンは、戦団の護衛のためロイヤルエクスチェンジを指揮した。この戦団には、少年や外国人の乗組員がかなり多く、ダンカンの伝えるところによると、その大部分が英語を喋れなかった。また、 乗組委員たちは、この戦団での仕事を、かなり喜ばしく思っていたが、船は海軍の規律に則っ,ったものではなく、その数ヶ月後、この点で、ダンカンと商人たちの間で意見が分かれ、ロイヤルエクスチェンジは、護衛から離れたと言われている。その後ダンカンは、指揮官としての任務ではなかったが、1761年2月25日、バリアントに配属された。この艦は、 ケッペルの座上官だった。1761年6月、ベルトの攻略に対して、館内で重要な役割を果たし、1762年8月には、幅の攻略でも、重責を果たした。1763年、その後の任務の予定がなかったにもかかわらず、ダンカンはイギリスに戻り、その後、長い間、第一線から離れた生活を送った。 オーガスタスケッペルサージョシュアレノルズ作この時期、ダンカンは主にダンディに住み、1777年6月6日にスコットランド最高裁判所の首席裁判官であるロバート・ダンダスの娘ヘンリエッタと結婚した。おそらくダンカンは、この有力な家族が15年間も職務を虚しく探している自分に何らかの仕事を得させてくれるだろうと考えたと思われる。 1778年も押し詰まった頃、ダンカンはサフォークに上官し、ほどなくしてモナークに移動した。1779年1月、ダンカンはオーガスタスケッペルのウェザン島の海戦での指揮のまずさを裁くための軍法会議の委員となった。しかしダンカンはサモン会の真中、的外れかつ誘導的な質問、または曲解した回答で何度も検察側を止めた。 このため、海軍本部は、ダンカンがケッペルの命令に従わなかったサー・ヒュー・パリザーの軍法会議に出席するのを望まなかった。この軍法会議は4月に行われたが、その前日、海軍本部はモナークに命令を出し、セント・ヘレンズに行かせた。しかしモナークの乗組員は、賃金を前払いされないことには後悔はできないと主張し、叱るべき時に賃金支払いがなされなかったため、 モナークは、軍法会議の信号が送られた時、なおポーツマスに留まっていた。このため、海軍本部の意思に反することを悩みつつ、ダンカンはやはり軍法会議に出席した。艦上でのダンカン・アンリピエール・ダンルー作戦779年の夏、モナークは、英仏海峡で、サーチャールズ・ハーディの指揮下に配属された。12月には、ジョージ・ブリッジズ・ロドニーの船体に組み込まれた。 この戦隊は、ジブラルタル包囲戦のために向かっており、1780年1月16日のサンビセンテ岬の海戦で重要な役割を演じた。イギリスへ戻ったダンカンはモナークから退き、1782年の3月に内閣が交代して、ケッペルが海軍教に就任するまでは、何の役にもつかなかった。その後90門艦、ブレニムに乗り、その年いっぱいは、 リチャード・ハウの大艦隊の下で、10月のジブラルタル、方位戦とスパーテル・ミサキ沖の連合艦隊との対戦で指揮を取った。その後は、サー・ジョン・ジャービスの後を継いでホード・ロイアントに乗り、戦争が終わってからは、護衛艦、エドガーの指揮をポーツマスで3年間取った。1787年9月24日には、自分の旗を艦に掲げるまでに出世し、 1793年の2月1日には中将となり、1795年6月1日には海軍大将に昇進した。1795年2月には北海での最高指揮官に任命され、機関ベネラブルに自らの旗を掲げた。キャンパーダウンの海戦ウィリアム・オーガスタ・スクネル作1797年、イギリス海軍は テセル沖に停泊中のオランダ海軍主力部隊に対して部隊を移動させる必要があった。弾艦の指揮の下、予備艦も含めた多くの艦がグレート・ヤーマスに集結した。出動の準備中の4月にスピットヘッドの海峡艦隊で大規模な反乱が起き、このため動きが取れなくなった。暴力に訴えた反乱ではなかったが、船員たちが 賃金の値上げと館内の住環境改善を求めて、密かに工作を行っていた。リチャード・ハウが船員たちと交渉した末、大部分が解決して、船員たちは仕事に戻った。しかし、このスピットヘッドの反乱に続いて、5月にノア近くの停泊地でも同様の事件が起こった。ことが深刻になったため、ダンカンはノアの反乱者に対しての攻撃要請の知らせを、 受け取った。これが、ダンカンの艦隊に大きな不満を呼んだ。結果、ヤンデ・ウィンテル中将率いるオランダ軍の出港が知らされた時、ダンカンのベネラブルと共に出港した艦は、わずかだった。港を出たベネラブルは、アダマンとフリーゲート艦、サースと合流し、信号による作戦で、テッセル沖で軍事行動を取り、敵軍に、 艦隊の大半が視界の外にいるように思わせた。ダンカ艦ンは6月半ばまでテセル沖に留まり、その後グレートヤーマスに戻った時、反乱の終結を知った。再びオランダとの海戦の準備が行われた。テセルではデウィンテルがブレストへ南下し、フランスと共にアイルランドに進行する計画を練っていたが、逆風のため出港できず、この案は8月に破棄された。 オランダの計画変更の知らせを受け、10月1日、海軍本部はダンカンに、グレートヤーマスに退いて、再装備と修理をするように指示を出した。現在の北ホラント州、上部の島が、テセル。当時フランスの影響下にあったオランダでは、デウィンテルの意見は、聞き入れられず、10月の早い時期に艦隊に出港が、命じられた。この時、ヘンリー・トロロープ艦長のラッセルが、 デセルを監視しており、ダンカンはトロロープからオランダ軍の出港の知らせを受け取り、すぐに怒りを上げてオランダの海岸方向へ順風に乗って進んだ。艦隊がデセルに戻っていないことに気づいたダンカンは南に火事を切って10月11日の朝に岸から7マイルのところに艦隊がいるのを発見した。艦隊はエフモントとキャンパーダウンの町のほぼ中間地点にいた。 岸からの風が直に吹きつける中、オランダ軍は大胆なされていた。もしすぐさま攻撃がなされない場合は、攻撃の手が伸びない浅瀬へ素早く逃げ込む体制であることがはっきりしていた。ダンカンはすぐさまオランダ軍と陸地の間に割り込んで、敵の退却を断ち切る必要があると判断し、艦隊をまとまった配置にしようと考えた。イギリスの艦隊は、 オランダ軍のそれほど整然としてはいなかった。しかしダンカンは、公開時の命令としては異例ながら、二手に分かれるように命令を出した。これは、ベネラブル艦長と、サー・リチャード・オンズロー艦長のモナーク艦長での素早い、判断が何よりも大事であり、ダンカンは敵陣を通過して、敵の風下につくように信号を出した。これは、非常に起き手破りな行為だった。今なお役立つ。 戦術書ファイティングインストラクションズのやり方からは大きく外れていたが、1794年6月1日のリチャード・ハウのフランスとの海戦のように、この方法で勝利した戦例はあった。キャンパーダウンの海戦においては、イギリスは完璧な勝利を得た。この戦闘は長時間にわたり、多くの流血があった。ダンカンは高度な戦術には長けておらず、この勝利は、 戦艦の一騎打ちという初歩的な理論の上に成り立っていたが敵陣を通過させることにより敵軍の全面撤退を阻止した。また、砲撃の兵が訓練を積んでいたということでイギリスの方に利があったがオランダも堅くなナに勇気を振るってイギリスの艦隊に多大な損失を与えた。ダンディーにあるダンカンの像イギリスにこれ以上ないほどの熱気で勝利が伝えられた。これは 船員たちの反乱が、イギリス海軍の権力も威信も打ち砕けなかったという、まさにその証であった。10月21日、ダンカンは、キャンパーアダウン支社ルンディガン尺に除せられたが、それだけでは報奨は、不十分だという空気が強かった。早くも10月18日には、おばであるレディメアリーダンカンが、当時戦時国無教であった初代メルビル博、ヘンリーダンダスに、 このような手紙を送りさえした。報告によれば、私の意いは死者区に除せられたきりです。私は構いませんが、国中があなた様においを白爵位につけて欲しいと思っているでしょう。我が国王陛下の代理として、陛下同様に信心深く、武勇を重んじるおいが任務をきちんと遂行したことを確認しております。これを私の意見としたいと思いますしかし、 死者を継承したダンカンの息子が白尺の釈意を受けたのはダンカンの死から何年も過ぎた1831年のことだった。その後彼の子孫たちは優先順位の順に白爵位を受け継いでいった。ダンカンはゴールドメダルを授与され年間費用3000ポンドの邸宅が自身と釈意を継ぐ二人の息子たちにあてがわれた。これは イギリス政府によって寄与された最も大きな邸宅だった。加えて、ダンディやロンドンをはじめとする数都市の市民権をも授与された。ロンドン、双方のアドミラルアダム・ダンカン1801年までダンカンは、北海で指揮を取り続けたが、その後は栄誉を得る機会には恵まれなかった。3年後の1804年8月4日、彼はコーンヒルの院で73歳で休止した。 このコーンヒルはイングランドとスコットランドの境界にある町でエディンバラへの旅の途中で一泊していたのである。ダンカンはルンディに埋葬された。彼には息子二人と四人の娘がいた。長男ロバートが爵位を継ぎ、次男ヘンリーは海軍で艦長となり、KCH 勲章を得て1835年に亡くなった。ありがとうございます。